はい、皆さんこんにちは。相性心理診断士マッキーこと東野真紀子です。いつも動画をご覧いただいてありがとうございます。今日もですね、皆さんに LINE の方にいただいたご質問にお答えしていきたいと思います。それではね、ちょっと読んでいきますね。マッキーさんこんばんは。 YouTube のライブにぜひ使ってほしいネタがあります。数年前に気がついたら Facebook でアンフレンドされていた男性から、アンフレンドっていうのは友達解除っていうことですね、再びメッセージが来るようになり、友達リクエストも来ました。今更なんじゃらほいとホロスコープを調べたら、私の火星と彼の金星がオーブ1度で5でした。そういえば会った瞬間から先方は積極的で、会話も盛り上がりましたが、女性からモテることを生きがいにしている人だったし、離婚経験者で二度と結婚する気はないとも明言していたので、深入りせずお互いの恋愛相談をして友人として接していました。フランス人なのに一度も好きとも付き合ってとも言われなかったのに、 2,3 度唐突に私に振られたかのような物言いをし、勝手に傷ついているようでしたが、放置していてのアンフレンド。その後マッキーさんのブログを読み込んでいたので、今回ホロスコープを見てなるほどと彼がまた寄ってきた理由に納得がいったのですが、残念ながら私は全く催しません。一度寝てみたらその後はメロメロになれるのでしょうか。それとも私が恋愛関係こじらせている金星土星海洋星の T スクエアから会う人ほど受け付けない状態になっているのでしょうか。パートナーには太陽月金星が水星座の人と一緒にいる時のような安心感が欲しいなと思ってしまいます。太陽同士ががっつり90度なので、同居や結婚はこの方とは考えていません。残り少ない人生、マッキーさんのおかげで時間を無駄にせずに済んで本当に感謝です。はい、ということで、ご相談の方をいただいております。ありがとうございます。それではですね、お答えする前にちょっとね、いつもねだらっとこう長い感じになってしまうといけないと思ってるので、今日の要点だけ先に言いたいと思います。あのね、今日のご相談者様に対する私の、お聞きしたいことね、自分のことをねまず大切に扱えていますかっていうことが一つ聞きたいです。三つあります。それから、自分が何が欲しいのか分かっていますかっていうことですね。そして最後の質問は、このままの状態で、この彼とかじゃなくてね、今の自分がこのままの状態で60歳を迎えても後悔しませんかっていうことを私今日お聞きしたいです。はい、それではですね、ちょっと待ってくださいね、質問の方にお答えしていきます。まずね、あのね自分のことを大切に扱えていますかっていうことの理由としてね、例えばね、YouTube のライブに使ってほしいネタがありますってしてるんですね。で、確かにね、ご質問いただいて私の方ではありがたいんですけれども、自分の人生をネタにしてっていうのってちょっとこう自分のことを大事に扱えてるのかなっていうふうに思うんですよ私。それからね、これ一度寝てみたらその後はメロメロになれるのでしょうか、っていうね、寝てみたらっていう、なんていうのかな、セックスそのものもちょっとこう雑に扱っているような感じのところが見受けられるので、ちょっとね自分のことを大切に扱えていますかっていうふうに思いました。それでね、結構ね、それでいて自分のことは割とこう存在に扱っていながらも、その何年も前にね連絡来なくなったその Facebook 上の友達っていうものに割とこだわってるじゃないですか。だってこだわってないとこうして私にこうメッセージよこさないですよね。ちょっと気になっているっていう気持ちがあるからメッセージを起こすと思うんですよ。もし本当にね何とも思ってなかったら、もうこのバカ男と思って、何今から戻ってきてってブロックして終わりだと思うんですけど、受け入れてっていうかね、なんていうのかな、その方のことをネタにして、ネタっていうかそのお話の種にしてこうやって質問してくるっていうのはね、ご自身の中にね思いがあると思うんですよ。何らかのその思いにね気づいていますかって私ちょっと聞きたいの。それからね、ホロスコープで調べたりとかね、調べられてたりとか、あとこの結婚っていうキーワードが結構出てきてます。例えば、この方が離婚経験者でもう二度と結婚する気はないと明言していたので
って。だから深入りしなかったって書かれてあったりとか、あとはですね、どこだったかな、ね、あのさ、最後、太陽星座ががっつり90度なので同居や結婚のことは考えていませんとかって書いてるんですけど、っていうことはこの人とは考えなくても自分の中のどこかにね、同居や結婚っていうのありだっていうことじゃないですか。そういうことがね、ちらほらと散見されるんですよ。だからたまたま連絡来た昔やり取りしていた男の人なんだけど、ちょっと気持ちがあるわけですよ、自分の中に。でもね、どうせ私この人のことそんな別に何とも思ってないしっていう、大した思ってないしっていう体でネタにしろって言ってる割には、割とあちこちに、なんていうのかな、放置してきた自分、傷ついてきた自分、寂しい自分っていうのがポツポツって見えてるんですよ。だからね、どこに行きたいんだろうっていう感じはちょっとあるので。ね、確かにね、書かれてました、あのね、金星土星海王星の T スクエアになっているから会う人ほど受け付けない状態になっているのでしょうかってあるんですけど、あ、そうですね、ホロスコープを拝見したので見させていただいたら確かにあります。で、あのね、正直金星海王星だけでも相当なんですよ。金星海王星のスクエアがある人、スクエアだけじゃなくて実はトラインやコンジャクションとか、オポジションもそうなんですけど、結構ね、こじらせてる人多いんですよ。で、こじらしてても若いうちにね、結婚、出来婚でも何でもいいので、結婚しちゃったとかっていう人だとそれあんまり発動してなかったりするんですが、もうね、年いってからこじらせてると、もうね、蓋開けるのも怖いみたいになっちゃってる人多いのね。だからね、それはないとは言えないかなと思います。で、ホロスコープの方ね、ちょっと読ませていただくと、太陽月と金星火星ぐらいのとこまでね、ちょっと読ませてくださいね。ご相談の方は太陽星座がヤギ座で2ハウスに入っています。ここ結構キーワードですよ。そして月が、魚座で3ハウスに入ってるんですね。だからその繊細さとか傷つきやすさっていうのはこの月から来てると思うんですよ、魚座の月ね。そして金星が魚座ですね、それから火星がお羊座になってます。で、対するこの男性ですけれども、フランス人の男性ね、太陽が牡牛座さん、そして月が双子座、ちょっと生まれた時間とかね、詳しい住所がわからないので、月が若干ずれる可能性はありますけれども、双子座の可能性が高いのかなっていう感じですね。で、金星がお羊、そして、火星が射手座になっていますね。で、おっしゃっている通り、確かにね、金星と火星はコンジャクションしています。ただね、オーブは4度ぐらいありますね、これ。私ね、UTC、GMT との時差っていうところと、それから緯度、経度はフランスに合わせてます。で、それをやるとね、4度ぐらいオーブがある。けど、これはコンジャクションしています、確かに。でね、太陽がおっしゃる通り90度になってるんですよ、同じ地星座同士なのにね、初期の度数と終わりの方の度数っていうことで90度になってるんですね。で、あのね、そうだな、ちょっと待ってね、多分ね、この方のことは何とも思ってないっていうか、だからどうしようかっていうのはないのかもしれないし、ただね、一度寝てみたらその後はメロメロになれるのかどうかっていうところに答えるとしたら、それはないと思います。なぜなら太陽星座の相性ってめちゃくちゃ大事なので、太陽が90度になっている人とうまくやってる人を私にはまず見たことないっていうぐらい非常にしんどいアスペクトです。相性ね、90度のアスペクト、あのね、なんだっけ、水星座の安心感が欲しいって書かれてます。太陽月金星が水星座の人と一緒にいる時のような安心感が欲しいなと思ってしまいます。思ってしまうの別に全く構わないし、なんならね、探したらいいと思うんですよ。ただしね、あのね、水星座の人はおそらく合わないです、ご相談者様には。なんでかっていうと、これ私さっきこれキーワードだよってちょっと言ったのは、ヤギ座の太陽は2ハウスの牡牛座の部屋に入ってるんですね。だからね、ご自身が思っている以上に地星座の要素がとっても強いです、ご相談者様。だからね、価値観とかね、その価値基準っていう意味では、現金とか物とかね、そういったものに非常に価値を感じて、それを愛情と受け取りやすいんですよ、地星座さんって。そこ行って太陽が水星座の人たちって
まあ月にもよりますけど、もう月もね地星座じゃなかったりすると全く現金にねこだわってないの。まあ金星とかね、他のところちょっと覗いておいてだよ。太陽が水星座で、例えば月が私みたいに火とか、月が風とか、太陽も月も火星座とかだと本当に現金にこだわりがないんですよ。だから多分水星座と付き合ってもご相談者様にお金かけないのね、うん、かけることが愛情だと思ってないから。だからね、もし相手探されるとしたら太陽は同じ地星座、それから大事なのは月が水星座じゃないとダメっていうことなんですよ。そうしたらこの水星座のような安心感とか、そのなんていうんですか、欲しいことおっしゃってましたよね、一緒にいる時のような安心感っていうのは手に入るんじゃないのかなっていうふうに思います。はい。でね、じゃあね、結論としてこの男性はどうなのって話をホロスコープから言わせていただくと、私この男性はやめた方がいいと思います。正直非常に単純明快簡単です。月が非常にやばい人です、この方、うん、月のアスペクトが90度まみれです。この双子座の月は、まあ、生まれた時間にもよりますよ。ものすごく早朝かものすごく夜遅くだとずれる可能性もありますが、もしそうじゃなくってね、まあ、お昼ぐらいの前後の辺に生まれていたとすると、月冥王星、月木星、月天王星って全部90度になってます。ね。で、おまけにですよ、金星火星はトライになってるんですね。で、これの意味するところは、非常にその恋愛やセックスっていうことに対して興味があるし、次から次と、あちこちに行きやすいっていう特徴決して女性とは、いい関係性を構築できないっていう人なんですね、この方。だから多分ね、そのほら、一回離婚されていて、その俺はもう結婚しないっておっしゃってるみたいですけど、おっしゃる通りだと思います。誰と結婚してもうまくいかないです、この人は。うん、まあ断言するようなことじゃないかもしれないですけど、この月の状態がこのままだとしたら、もうどの女性とや、なんていうんですか、関係構築しようと思った、ワンナイトのラブとかセックスとかっていうんだったらばいいかもしれないですよ。金星火星よろしくね、あちこちこうなんていうの、お手つきしていろんな人と出会って、ワンナイトで終わりとかっていうんだったらもでもできるかもしれないけど、関係構築して妻っていうのにはちょっとしんどいですよ、この人は。っていう意味ではね、この方とこのね、ご自身のね、月の王座のねファンタジーを炸裂して、それこそ金星海王星の90度炸裂して妄想するのは、私はやめられた方がいいのかなと思います。だいたいね、 Facebook でとっくの昔にね友達解除されてるのにまたしてくるやつなんてね、もうろくでもない人ですよ、おそらく。っていう意味では、もうね、何しに連絡 してきやがったと、私だったら。それって速攻ブロックしますね、即ブロック。うん、Facebook ってね、海外の人の友達申請多いですけれども、まあ、この方は違う感じしますが、多い確率で、まあ、多分ね7割8割ぐらいで、デート詐欺みたいな人たちなのでね、仲良くなって1、2ヶ月したら、身内が手術しなきゃいけなくなったから、お金をちょうだいみたいなことを言うてくるんですよ。で、見分けるポイントは、妻と何だっけ、離婚もしくはね死別しましたって書いてる人たちね、めちゃめちゃ怪しいのでね、ブロックしてください。はい、という感じで、ね、私もう本当にね、そういう意味ではネタにさせていただきましたけど、今日 YouTube のね、ちょっとね、なんていうのかな、最初言った質問分かりますか。自分のことを大切にできてるかっていうことと、自分が本当に何が欲しいのか分かってるのかっていうことと、最後このままね60歳の年を迎えても自分で納得いく人生歩めてますかっていうのを今一度自分に聞いてみてほしいです。で、私が文章から感じ取れるのは、パートナーが欲しいっていうふうに本当は深い部分で思ってらっしゃるのかなと思うよ。で、こうやってね連絡くれた人に、ちょっとだけ気持ちが動いちゃうっていうのは分からなくないですけど、太陽ヤギ座さんなんだから自分でね掴み取りに行くっていうその活動級の部分をもうちょっと積極的に出して、まあ、ご年齢もね、40代でいらっしゃいますけど、チャンスはないとは言えないと思うよ。だからね、月がね魚座なので、どうしてもね、消極的になりがちだったり、変なところでその人の気とかエネルギーをキャッチしてしまって、
これナルトちゃんなんで邪魔してます。あのね、なんか積極的になれないっていう気持ちはなんとなく分かりますけれども、だとしたら余計にね、そういう自分の特徴を知った上で、未来の自分、未来の自分にこのままでいいのかなっていうことで、こう想像してみてね、今活動それから行動をすることを私はお勧めしたいと思います。余計なお世話かもしれないですけどねはい、ということでね、今日のご相談は以上にしたいと思います。はい、このチャンネルではですね、皆さんからのご質問をお待ちしております。概要欄のところに公式 LINE のお友達追加のリンクが貼っておりますので、ぜひそちらの方から友達追加していただいて、ご質問の方を送ってください。どんな質問していいのかわからないわっていう方は、ブログの方にですね、あの公式 LINE の質問を文章にして貼っておりますので、ぜひそちらの方を参考にしてみてください。はい、それではね、皆さん今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンもぜひよろしくお願いします。はい、それでは皆さんまたお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。